レン君とお父さん。レン君にはお母さんがいません。その代わりにお父さんがお母さんの代わりをしてくれています。でも最近はレン君が一人で留守番ができるようになったので、お父さんは仕事で遅くなることが多くなりました。そのせいで、レン君は一人でいる時間が増えました。近所に住んでいるおばあちゃんが心配してご飯を作ってくれる日もありましたが、何もないとき、レン君はお弁当を買って一人で食べていました。ある日、レン君は仲の良い翔君の家で遊んでいると、すっかり夜になってしまいました。すると、夕飯、一緒に食べていきなよ。翔君が誘ってくれたので、夕飯を一緒に食べさせてもらうことになりました。いつも一人で夕飯を食べていたレン君にとって、家族みんなで食べる夕飯は、明るくて、楽しくて、とてもおいしく感じました。翔君の家でのんびりしていると、お父さんが慌てて迎えに来ました。帰り道、あまり人の家で長く遊ばないで、早めに帰るんだぞ。と言われましたが、レン君はあまり気にしませんでした。レン君はみんなでご飯を食べる楽しさと、お父さんが迎えに来てくれる嬉しさで、翔くんの家に行くことが増えていきました。でも、ある日の帰り道、お父さんに、なんでお前はお父さんのことを困らせるんだ、と怒られてしまいました。レン君は、お父さんが困っていたと知って、何も言えなくなり、ただ黙って、下を向いて歩きました。その日の夜、レン君はお父さんに自分の気持ちを言えなかったので、手紙を書くことにしました。お父さん、僕はお父さんを困らせたくてやったんじゃないよ。みんなで食べるとすっごくおいしいんだ。一人でご飯を食べるのは寂しいんだよ。それにね、僕を迎えにお父さんが急いで帰ってきてくれるのがちょっと嬉しかったんだ。だからたまには早く帰ってきて、一緒にご飯食べてね。レン君は朝、お父さんに手紙を渡しました。お父さんは、手紙を見て泣きました。レン君は、またお父さんを困らせてしまったのかなと、不安になりましたが、お父さんは、レン君を抱きしめて、こう言いました。留守番できるようになったからって、いつも寂しい思いをさせて、ごめんな。これからは、早く帰ってくるから、一緒にご飯食べような。その夜、お父さんは約束通り早く帰ってきてくれました。慣れない手つきで野菜を切って
レン君の好きなカレーを作ってくれました。二人で食べると最高に美味しいね。レン君は嬉しそうにカレーを頬張りました。それからは二人の笑い声が聞こえる最高の夕飯がずっと続きました。おしまい。